皆さんこんにちは。引きこもりサワーの時間です。本日は2022年9月8日木曜日でございます。気温は25度といったところでございましょうか。少し落ち着きましたね。昨日は気温がちょっと高いなと思いましたけれども、また下がり始めたので、これどうなんでしょうか。この感じで落ち着いていくのでございましょうか。そんなことも気になりながらも、ちょっと今日はトントントーンと話題といいますか、話を進めていきますよ。とのことでして、昨日のお夕飯行ってみましょうかね。僕の昨日のお夕飯はトウモロコシでございます。缶詰のやつですね。前にも一度だと思うのですが、少し取り上げさせていただきましたが、はい、そうなんですよ。あの粒々がバラバラになって缶に入っている、そうした食べ物でございます。美味しく食べることができましたよ。食物繊維が豊富なんですか、もしかして。だとしたら、まあ僕は今日の体調的には食物繊維多いなみたいな感じで元気満点ですよ。まあよくは分かりませんけれどもね。食物繊維が多いからといってどうなるのかは、そこら辺分かりませんが、今回はトントントンといきますよ。トントントンと。なぜかと言いますと、本日のお便りボリュームがものすごいのでございます。ですからお時間をお便りにズバッと割いてお届けしようと思います。では行きますよ。お便りをまずくださった方のお名前から、じゃん、ペンネーム UNO さんこと宇野さんよりいただきました。宇野さん、どれだけお久しぶりですか。ここまでお久しぶりだと、その宇野さんのお忙しさとともに、ちょっとした僕へのいじめくらいの、それぐらいの期間だと思いますよ。そういう風に言っちゃいますよ。そういう風に、こんなにもお便りをくださらないなんて、もうそりゃいじめっ子のやり口ですよ。ですから本日のお便りは、どれだけその言い訳と言いますか、そうしたものが込められていらっしゃるのか、それをじっくりと読ませていただきたいと思います。ただものすごいボリュームですから、僕はちょっと噛むと思います、間違いなく。ですから噛んだら噛んだで、そこはすぐに失礼しましたと言って読み直しますので、その点はよろしくお願いいたします。とのことでしていきますよ。ちゃんと読めるかな。じゃあ怖いですがいきます。じゃん、獄中から失礼いたします。私も日々せわしく過ごしておりまして、寝る間を惜しんで天井のシミを数える毎日に、時をすっかり忘れておりました。気づけば夏も終わりを迎え、今に至る次第でございます。ところでこの度は主役としてデビューされたようで、その活躍を戸の隙間から届く風の便りから知りまして、ここでお祝い申し上げさせていただきます。さて、そろそろ気になる点について解説いたしましょう。照山もみじ、
日本の女優タレント、本名は吉川もみじ、元国税局査察官、西村京太郎トラベルミステリーなどの土曜ワイド劇場、火曜サスペンス劇場なのに、失礼しました、火曜サスペンス劇場などによく出演されていることで有名な方です。おっと、これは失礼いたしました。これは山村もみじさんのことでしたね。では景気よく話題を変えまして、もう一つの解説といきましょう。三大防災グッズ、これは洞察力、判断力、決断力のことですね。まず洞察力ですが、状況をとっさに見極める力が生存力を高めます。次に判断力、状況を理解したところでできうる行動の選択肢を的確に認識できなくては次に適切な行動に移ることができません。最後に決断力、その目の前にある選択の中で即座に行動できる可能性を切り離して推し進める能力ですね。これらをすべて兼ね備えて初めて過酷な状況を打開できる条件が整うといったところでしょうか。おっと、自由時間もそろそろ終わりなので、拙者これにてごめん。あ、そういえば忘れているでしょうが、調べたことがあったので最後に、ゼリーは漢字表記だとゼリーらしいですよ。何とぞ。とのことです。とのことですよ。僕のようなリスの、こんな可愛いプリティなリスをだまくらかしやがりまして、なんていうとんでもないお便りをくださいますか。まずは僕が謝ります。山村もみじさんに勝手にお名前を出しまして、本当に申し訳がございません。どうかお許しくださいませ。もしも、もう本当に許せないとのお怒りでしたら、この動画の削除も考えますので、何卒お見逃しいただけますと幸いです。僕は大ファンですからね、よろしくお願いいたします。ものすごい大好きですよ。そこら辺を加味してくださいまして、今回のこの突然のお名前を出したことに関しましてお許しいただけますと幸いです。あとはですね、もう本当にもう結局のところ、照山もみじは何だったんですか。照山もみじは何の解決にもなってないじゃございませんか。いいんですか、解決人宇野さんの名前が、これあれですよ、ドローンに塗られたと思いましたよ。なんかちょっとカミカミですみませんね。泥塗られましたと思いましたよ。はい、そうなんですよ。もう何でも何でも解決人、万能解決人宇野さんの名に泥がついちゃいまして、本当によろしいんですか。もうちゃんとした正解お待ちしてますよ。ちゃんとした正解じゃないと、本当に今後の宇野さんのお仕事のご依頼とかもどうなっちゃうか分かりませんからね。はい、このあれ見たよ、引きこもりスアワー、確か宇野さんこんなこと言ってたよねみたいな感じで、あれですよ、あーなんか適当なこと言ってピュアなリスをからかっていたよね
みたいなこと言われちゃって、お仕事が干上がっちゃいますからね。もう知りませんよ。どうなっても僕は知りませんからね。ですから、訂正の内容お待ちしてますよ。そして、この、防災グッズってなってますから。グッズってなっているのに、もう洞察力、判断力、決断力っていうなった時点でさすがの僕もわかります。さすがのなんて言うんですか、ピュアで騙し出されやすいっておかしいですよね。ピュアで騙されやすくてプリティな僕でもさすがにそこはわかります。にもかかわらず、そのままそのご説明を続けられがちゃいまして、もうカミカミですみませんね。続けちゃいまして、本当にもうこれは許せん事態ですよ。許せん事態で、もう本当に。ですから最後のゼリー、これだけは本当であると、そういうように信じさせてくださいませ。ゼリーって、でもこれでもやっぱり日本語にしてもゼリーって読むしかないんですかね。ちゃんと覚えてますから、僕もこういう疑問を持ったなっていうこと、これには答えてくださいましてありがとうございます。ただやっぱりゼリーはゼリーなんですかね。そこら辺は気になる次第ではございました。とのことでして、宇野さんよりいただきましたボリューミーな本日のメッセージ、もうどこら辺を真に受けたらいいのでございますか。ただあまりにも僕はいただきましたそのメッセージに批判的なことばかり言いまして申し訳がございません。お便りは嬉しいですよ。お便りはとっても嬉しいですが、改めて、実は口先三寸だったよというような反省のお言葉をお待ちしておりますね。お待ちしておりますよ。宇野さん聞いていらっしゃいますか。宇野さん、はい、そういうことでして、改めて、じゃあ確かな情報、照山もみじが一体何なのか、これはもう日本の三大ミステリーの一つとしてこれ入れてもおかしくないほど、これはもう謎ですよね。はい、ですから照山もみじの正式なご説明と、あとはこのやっぱり三大防災グッズですよ。これが何か、このままでは僕は完全に災害時にもうぺしゃんこになります。ただただ防ぐことができずにぺしゃんこで落ちんじまうと思います。ですからなるべく早めにお願いいたします。そしてゼリーはありがたいですが、これは昔から、じゃあゼリーが伝わる前のゼリーが一体なんて呼ばれていたのか、そこら辺が気になるじゃありませんか。それとももう伝わってきて広まったっていうことで最初からゼリーなのですかね。じゃあ最初からゼリーであって漢字はこう読むんだということを、じゃあここで勉強いたしましょう。じゃあこの後ゼリーはどういう漢字か、これを皆様にお伝えいたします。はい、今回の一言はゼリーのことでございますとのことでして、皆様今回勉強になりましたね。なんやかんやいろいろな嘘800で色塗られましたが、はい、最終的には勉強になった回だと思いますとのことでして、本日の宇野さんよりいただきましたメッセージに
お返しする一言といたしまして、ゼリー関連でいきたいと思います。ではそろそろいきますよ。そして改めてまたまた言わせてください。こうした長文をありがとうございます。とっても僕は嬉しいですよ。ダマクラ化されようが僕は嬉しいです。こうしてお便りをくだされたっていうその事実だけで本当は十分なんですよ。ありがとうございますね。はい、楽しく拝見させていただきましたとのことでして、ではでは行きます。それでは僕よりの一言どうぞ。ゼリーを漢字で書くとこうなります。